夢ラジオ第3925回、今日は令和4年7月27日水曜日です。時刻は午後4時半、横浜港北水曜日の午後となりました。今日は輝くような夏の日で、今も港のランドマークタワー、そしてベイブリッジがキラキラ輝いています。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、夢ラジオ3925回目、今回は窮地に立たされる公明党と幸福実現党、こんなタイトルでお話ししましょう。窮地に立たされる公明党と幸福実現党。安倍元首相の銃撃事件により、統一教会が自民党を支持していた、その構図が今更ながら国民にはっきりと浮かび上がるようになりました。なんだ、自民党は統一教会みたいなところから支持を得ていたのか。その票が欲しくて自民党は統一教会寄りの政策を取っていたに違いない。統一教会が巧妙に表に出てこなかったがゆえに、その統一教会による自民党コントロールが今まで伏せられたままだった。こんな印象を国民は今持っていることでしょう。で、その印象はある程度正しいと思います。もちろん実は統一教会というのは事件がよく起きるので名前は知られているのですが、悪名ですけどね。ただし、やはりそれほど信者は多くありません。そして今回図らずもあらわになってしまった宗教と政党の関係、宗教団体と政党の関係、このことに国民の目が注がれることに危機感を抱いているのが公明党と幸福実現党です。この2つの党は、公明党は創価学会、幸福実現党は幸福の科学という形で宗教団体のバックをもろに受けていて、幸福実現党は国政政党の要件を満たしていませんから置いておくとしても、公明党、これはもう与党の一角を担う大きな勢力で、実はこの公明党も、まあ当たり前ですが、創価学会のグリップのもとにあって、創価学会よりの政策を取っているに違いない。こういう思いが国民の中にはっきり口には出されねど共有されているのが今です。もともと公明党が創価学会をバックにしているというのは周知の事実で、ですから公明党を創価学会以外のものが支持することはほとんどない。創価学会員じゃないけれど公明党の政策に共感して公明党を支援する、こういう人はほとんどいない。学会員が強烈に公明党を支援し、そして当選させてきた。もちろん夢ラジオで何度も言っているように、この宗教団体が政治に関わっていく、このこと自体は政教分離の原則とは直接関係がないので、それは公明党にせよ幸福実現党にせよ問題はないとはいえですね、その後ですよね。
何度も言いますが、幸福実現党は政治に携わっていないので置くとしますが、公明党は実際政治に携わっているので、その公明党がその政策決定において創価学会寄りの政策を取っていそうだ。公明党支持者以外はみんなそう思っているわけですよ。ただしそこら辺は公明党も十分に承知で、できるだけその与党としての公明党の発言が創価学会寄りであるということを思われないように、与党になってからの30年間細心の注意を払ってきましたね。それはそうで、そこに注意を払わないと与党にいられなくなる。だから自公連立政権がずっと続いていても、あからさまな事件は起きてこなかった、あからさまな批判も起きてこなかった。公明党に対してはね、政教分離を問うような。けれど今回統一教会が自民党を応援していた、それが非難されていくにつれ、その国民の視線はオートマチックに公明党を支援している。しかも統一教会が自民党を応援するのとは次元が違う形で、はるかに強力に、そして一丸となって応援している創価学会と公明党の関係ですから、山口那津男代表の記者会見というか、ご覧になりましたか、もほもほもほってやつ、まだ発言できませんみたいな、あれはそうなんですよ。政教分離から見て問題ないとはいえですね、本当に問題ないのかと。宗教団体が政治にここまで深く関わることに危険はないのかと。だから困ってると思いますよ、公明党は今。そして公明党はこの統一教会が話題になって、この方一言も声明は発表できていません。同じことは幸福実現党もそうです。両党困ってるはずなんですよ。実は政教分離に違反しないと主張はこれまでしてきたけれど、本当にそうかという国民の素直な視線が注がれた場合、案外反論しにくい。宗教が政治にどこまで関わるべきなのか、政教分離の原則とは何なのか、これについての議論が今回の事件を通して国民の間でもし高まるのならば、それは良いことだと私は思います。事件を機会として、事件を良いきっかけとして、宗教と政治、これが一体どういう関係を持つのか、持つべきなのかについての国民的な議論、これは良いことだと思います。夢ラジオ3925回、今回は窮地に立たされる公明党と幸福実現党をお話ししました。水曜日です。